Thank you.
Sega.
えなくていいんだよ。どうしてさせてくれないの。you
Thank you.
そうだ、そうだったんだ。ミア、やっと思い出した。その子の名前は？サクヤよ。サクヤ？そう、私。今日からミサキ。やっぱりミヤにしましょう。うん。この子はあなた、大切にしてね。これがあればきっと私みたいにならずに済むから。you
ていったぞ。
Thank you.
地雷号の奏でとなるんだ。
住んでいた家。
目覚めるはずだ。この絵の女、この感じ、どこかで。
霧島さん。あ、さやかさん、どうして？その仮面のかけらを あの子に渡してください。大切なものです。でもルカちゃんがどこにいるのか。あの場所です。あなたが昔ルカを見つけた場所。もうあまり時間がありません。お願いします。さやかさん。霧島さん、またあなたに助けられましたね。
Thank you.
もう鬼ごっこはおしまいだ。全部なくなるんだ。俺も、マンダも。月はみの面は完成した。面が必要なのだ。
上手ね。ネイルか？もっと上手に弾けるようになったら、ルカにあげたいものがあるの。それはあなたのものよ。
が守るから。
月はみの面があれば、すべてのものを救うことができるはずだ。私はあの日祭りの最中に連れ去られ、
に。ずっとずっと奥、深く深く。Get it!
Thank you.
どういうことだ。念を打ち損じたか、そうや。完成していたはずだ。なぜだ。あの場所に連れて経過を見れば何かわかるか。Thank you.
生させる。お父さん。虚無の中をさまよい続けると思っていた昨夜が目覚めた。夜に開く花のように静かに大きく。目覚めた昨夜は島中を徘徊し始めた。
昨夜を見た者はみんな咲いてしまった。海へ逃げようとした人々も、地下に隠れた人々も、そしてもうすぐここにも来るだろう。せめてあの場所に行こう。月はみの面を作るためにあそこで長い時間を費やした。あの場所は静かだ。みんな咲いてしまえばいいの。
あなたも咲くの。全ての思い出が溶ける。
れで、あの面は真に完成する。昨夜の顔そのものが月はみの面なのだ。すべての人々が咲くことになる。Thank you.
Thank you.
ルカ、月森の歌を。You are